皆さん、こんにちは。こんにちは。どうなる RBA と題しまして、明日 RBA 理事会で政策金利が発表されますので、その注目点について神田部長にいろいろ伺っていきたいと思います。はい、神田部長よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。11月7日ですね。はい、そうですね。オーストラリア中銀の金融政策発表に注目が集まっています。はい、その注目が集まっている理由として、こちら焦点ということで、今回、政策金利を、利上げ再開の可能性が出てきたというところですよね。うん、そうですね。その点について、様々なデータからですね、神田部長の見解を聞いていきたいと思います。はい、まずこちら、オーストラリアの雇用情勢なんですけれども、こちらのデータを見ると、最新の9月というのは、前回の8月と比べても、ちょっとなんか雇用の情勢っていうのが、軟化してきたんではないかなっていうような数値にはなってると思うんですが、いかがでしょう。そうですね。雇用者数の伸び自体もね、かなり大きく鈍化しています。はい、その内訳でもやはりね、正規の雇用者数が減ってるっていうような、はい、ところ印象的には、ちょっとオーストラリアの労働市場は RBA が言うように転換点を迎えたのかなという気がしています。労働参加率も 66.7% ですから結構大きく低下しましたよね。はい、ただそれでも市場はやっぱり今回11月7日の利上げをですね、はい、結構織り込んでるんですね。そうですね。うん、金利先物市場のその利上げ織り込み度合いっていうのはもうすでに 60% から 70% ぐらいまで高まっている。その背景っていうのがその次のデータですよね。はい、こちらですね。はい、RBA の政策重点はインフレに移ったということで、雇用よりもインフレに今注目が入っていると。そうですね。RBA は少なくともインフレに対する見方をちょっと変えてきた。うん、インフレに対する警戒度を少し高めているということが見て取れます。で、10月17日に発表になった RBA 議事録では、もうインフレの目標回帰が現在の予想より遅れることに対する理事会の許容度は低い。ほう、低い。はい。だから許容度が低いっていうことは、もうインフレ目標回帰が今の予想より遅れそうだってなったら、利上げしますよっていうふうに読み替えられますよね。はい。で、そのまま、一週間後にブロック総裁がですね、インフレ見通しが大幅に上方修正された場合、追加利上げをためらわないというふうに発言してます。はい。だからもう現在ね、雇用よりインフレ重視の姿勢を鮮明にしているということで、インフレのデータを確認してみましょう。はい。はい、こちらですね。はい、こちらが、青色が、月次 CPI。で、この赤色の方グラフの方が、四半期 CPI となっております。はい、で、まずこう四半期 CPI を見ますと、順調に鈍化しているようには見受けられますが、まだ 5% 台で非常に高いなっていう、ね。そうですね。月次の CPI なんかは 5.4% にちょっとこのところまた加速してきてる感じがありますよね。はい、で、赤い線のその四半期の CPI も 5% 台前半でちょっと高止まりという感じ。はい、RBA さっきね、ブロック総裁が、インフレ見通しが予想を大幅に上方修正された場合と言ってましたけれども、はい、RBA の見通し予測がですね、はい、年末時点で 4.25 っていう。なるほど。まだ今 5% 台ですから、結構開きがある。はい、そうすると、もしかしたら利上げがやっぱり必要なんじゃないかと。はい、しかもね、RBA のインフレターゲットっていうのは 2% から 3%。うん、ですから、ここまではまだまだ結構間があると。こういうことですから、やっぱり11月は利上げせざるを得ないんじゃないかという見方が今市場に出てきていると。はい、こういう状況ですよね。ちなみにこの月次の方で、逆に加速してきているって要因って何かあるんでしょうか。どうなんでしょうかね。はい、でも実際7、9月期鳴らしてみるとそれほどでもなかったんで、9月3月のね、経済指標っていうのは結構上振れますんで、はい、この辺は高の影響とか、そういうこともあったんじゃないかと、こういうふうには考えられますね。はい、なるほど。ということで、今市場は雇用よりもやっぱりインフレに注目が当たっていて、でインフレがちょっと高止まりで、年末時点のこの予測にちょっと遠いなっていう見方があるということで、追加利上げの見方が高まっていると。だから市場がね、インフレに注目しているというよりも、やっぱり RBA がどうもインフレをここに来て警戒また強めてるなっていう印象を市場が感じ取ってるっていうことだと思いますね。なるほど。
ということで、明日はこの追加利上げの可能性があるということで、うん、はい、やっぱり今皆さんが注目しているのは、うん、足元の豪ドルが非常に強いと。そうですね。そうした中で、もしかしたらこう、豪ドル円、100円目指す可能性もあるんじゃないか。うん、でも、ちょっとね、期待が出てきているところなんですけども、神田区長はどうでしょう、この、じゃ仮に明日、追加利上げになった場合、うん、そうですね。100円目指す可能性はどういうふうに見ていますか。はい、ね、さっき、利上げ期待が高まっていて、はい、それでもね、最後に RBA が利上げしたのが、はい、実は6月ですかね。そうですね。7月以降据え置いてる。はい、まだやっぱりこう、利上げ決定的っていう見方はできてないんですね、市場としても。はい、さっきも言いましたけど、60% から 70% の確率で利上げがありそうだというふうに見てるわけですから、もうこれ、もし利上げが決まれば、やっぱり織り込み切れていない分、素直に5ドル高になると思います。ただやっぱりその時に、ね、その次、12月にさらに利上げの可能性を残すかどうか、これがやっぱりその100円到達の鍵になってくるんじゃないかなと思いますね。まあ今97円台ですから、さすがに11月に利上げしてすぐに100円っていうことはないとは思いますけど、はい、やっぱり12月の利上げ期待が徐々に次のデータでね、CPI なんかで高まっていけば、年内100円っていうのも十分見えてくる水準じゃないかなというふうには思います。はい、なるほどです。では一方で、今回据え置き、まあ、どっちかというと据え置きはサプライズ側になるのかなと、はい、その場合は豪ドル相場はやっぱり一旦下落、そうですね、やっぱり一旦下落する可能性が高いと思いますが、まあただここにも書いてますけど、やっぱり12月の利上げ期待がね、はい、維持されていれば、はい、やっぱりああもう一回利上げがあるんだっていう見方に傾いて、まあ豪ドルは下げしぶる、あるいは持ち直すっていうことも十分、はい、あり得ると思います、うん。もちろん特に5ドル円に関しては、金融政策だけで動くってことはあまりないんでですね。はい、まあ、市場のムードの変化、これは非常に大きいと思うんですね。やっぱりアメリカが利上げどうも年内はもうなさそう。はい、場合によっては利上げサイクル終了したんじゃないかってこういう期待が出てきていて、はい、株価が大幅に世界的にね、はい、下値を切り上げるような展開になってますよね。はい、まあこういうリスク、オンの相場の中だとやっぱり5ドルって買われやすい。うん、で円が売られやすいんで、はい、5ドル円っていう通貨ペアはやっぱりそのリスクオン相場の時に最も上昇が期待できるペアだと思うんですね。なるほどです。はい、そういうこともあるんで、うん、利上げ再開なら当然、素直に上方向、据え置きでも利上げ、今後の利上げ期待維持されるんであれば、一旦下げても再び上方向に向かう。はい、うん、こんな見通しいいかなというふうに考えてます。なるほど。それともいずれにせよ、豪ドルは、ちょっとね、堅調さっていうのも、うん、今後は続く可能性があるという見方もありますね。そうですね。まあね、その他だとね、やっぱり中国の情勢なんかも影響しますけれども、はい、やっぱり中国は当局がやっぱりその財政たくさん出すとかですね、うん、まあいろんなこう経済下支え策を打ってきています、はい。実体経済を示す指標はね、まだこう良かったり悪かったりまだら模様ですけれども、やっぱり当局が全力でこう支える姿勢を示してきてますんで、はい、まあそういう意味でもその景気後退への懸念が以前ほど高まりにくくなって、うん、はい、こういうふうには言えると思いますよね。うん、なるほど。それと中国経済の持ち直しの可能性、はい、うん、そして株高のリスクオンに加えて今回、ね、うん、RBA が追加利上げと、うん、そうですね、なれば豪ドルはさらに上値を目指す可能性があると、うん、まあ、ただ、神田部長がおっしゃっていたように今のところ織り込みは 6,7 割と、うん、いうことで明日はですね、まあ、利上げ再開、据え置きどちらにせよ豪ドル相場は、結構反応するんじゃないかというところですね。そうですね。そうですね。6割7割の織り込みってことはね、五分五分に近いですから、はい、どちらにせよそれなりに動くっていう可能性が高いと思いますし、この値打ちだとね、やっぱり、はい、上原さん、この週足チャートからどうですか、はい、チャートポイント、はい、そうですね、うん、このチャートを見るとまず直近の高値、これはいつ頃ですかね、おそらく97円の68銭前後の、ここの、うん、あ、これ矢印映ってますかね、高値の前に、ここにちょびっとした高値があって、ここを明確にもう終値ベースで抜けてきておりますので、うん、まあ、そういった意味ではかなり強気な状況になってるんじゃないかなと。うん、
だからこれはやっぱり利上げがあれば、おそらく98円には、今のね、今の水準だとすれば、はい、ね、98円台には届きそうっていう感じですよね。はい、そうですね。問題は、その前 の、はい、の昨年高値。そこですね。そうですね。ここを試す動きになるのか。そうですね。ぜひね、注目していきたいなと。まあ、やっぱりその100円に向けた、ね、はい、最後の大きな関門っていうのが、この98円79銭あたりの去年の高値っていうことになるんでしょうかね。はい。そうですね。ここは、まあ、もしかしたら11月中に突破の可能性も全然考えているのかなと。うん、個人的には思っております。あるいはまあね、はい、あの、年末に向けて市場のムードがまあまあどうなっていくかっていう点も大きいので、うん、はい、ここ、そこを超えていくのか、あるいはそこがまた上値抵抗になるのか、うん、まあ、この辺をかけて、11月相場っていうのを展開していくんじゃないかなと思いますよね。はいはい、そうですね。で、そこの第一歩になるのが、明日の RBA の結果次第ということもあります。はい、で、実は明日ですね、まあ、平日12時からドル円の昼ライブというものを、初心者 YouTube チャンネルで行っております。で、RBA は12時半に発表されますので、この昼ライブ内で結果が分かるということになりますので、ぜひね、一緒に相場がどう動くのか、で、結果を受けてですね、で、神田部長にも、リアルタイムで解説もいただきたいなと、はい、思っておりますので、はい、ぜひ皆さん、こちらの方もご視聴いただければなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、ですので、改めまして、明日11月7日の12時半に RBA が政策金利発表しますので、ぜひ注目しておきましょう。はい、そして最後になりますが、こちらで特別キャンペーンのご案内となります。今、ガイタメ .com では特別キャンペーンとして、専用のリンクから口座開設をして、1万通貨以上の取引を行っていただければ7000のキャッシュバック、さらに取引量に応じて最大100万7000のキャッシュバックのキャンペーンを行っております。ぜひ詳細の方ご確認してください。では、皆さん本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。